パティ・ミルズことパトリック・サミー・ミルズはオーストラリアのオーストラリア首都特別地域、キャンベラ出身のプロバスケットボール選手。NBA のサンアントニオ・スパーズ所属。ポジションはポイントガード。183センチメートル79キログラム。オーストラリア出身でオーストラリア先住民アボリジニの血を引く。アンドリュー・ボーガットと同じく。 オーストラリア国立スポーツ研究所の出身。2008年北京オリンピックでは、オーストラリア代表に選ばれ、準々決勝のアメリカ戦では28分間の、出場で20得点、3アシスト、2スティール、ターンオーバー0の成績を挙げた。セントメリーズ大学時代のミルズユータ大学、ウェイクフォレスト大学、アラバマ大学、ネブラスカ大学など、 NCAA リビジョン1の有力校からも誘いがあったが2006年11月に NCAA リビジョン1に所属するセントメリーズ大学に入学を決めた。セントメリーズ大ケールズで2年間プレーし、ウェストコーストカンファレンスの新人王を獲得すると、ともにオールウェストコーストカンファレンスファーストチームに1年目、2年目ともに選出された。2年目のシーズンは、 平均18.4得点、2.4リバウンド、3.9アシスト、2.2スティールを記録している。2014年、優勝トロフィーツアー中のアロン・ベインズと、右肩療養中のパティ・ミルズ2009年の NBA ドラフト2巡目55位で、ポートランドトレール・ブレイザーズに指名を受け NBA のプレイヤーとなった。1年目は、足の指の骨折のため10試合程度の出場に、 止まったが、2年目は控えながら60試合以上に出場し、平均5.5得点、1.7アシストを記録した。2011年のロックアウトに伴い、オーストラリアリーグのメルボルンタイガースと契約した。NBA でプレーした初の NBL 選手となった。同年11月メルボルンとの契約を解除、より高額である100万ドルのオファーを出した、中国プロバスケットボールリーグの新境。 フライングタイガースに加入することとなった。2017年4月25日、プレーオフファースト。ラウンド、メンフィスグリーズリーズとの第5戦で、プレーオフで自己最高となる20得点を記録し、勝利に貢献した。2017年8月4日、スパーズと4年50ドルミリオンで再契約した。2008年からナショナルチームに加わり、2012年の ロンドンオリンピックでは平均得点21.2を記録し、ケビン・デュラントを上回り、得点王となった、ソース、fiba.com 鋭いペネトレートと、クイックリリースのロングレンジ、ジャンプショットを得意とする攻撃型ポイントガードである。NBA.com のプレイヤートラッキングによれば、試合中の平均移動速度が最も速いプレイヤーの一人で、毎秒2メートルを超える平均速度でプレーを、 していることになり、ディフェンスはこの敏捷性を生かし、フロントコートからマッチアップ選手にまつわりつき、スティール、テイクチャージを狙うスタイルである。ミルズの明るい性格とアグレッシブさがチームに好影響を与えているとグレッグポポビッチヘッドコーチも語っている。ありがとうございます。